博士とは古代律令制下に設けられた官職で、教義には妙業博士、講義には学生を教授しかする教官を指す。古くは大学や教育とは無関係な専門技術者に博士の名を冠することがあり、日本初期の金明天皇14年6月の伊博士、駅博士、歴博士等、須春天皇元年世祭上のタトラバン博士史 前圧氏、河原博士、学陽文圧、洋高踏み、高踏み、昔浅見角、渡る、水古天皇元年4月10日上の博士格歌の例が見られる。大河会新における臨時の感職として、国務顧問としての国博士2名を任命した、ともある。律令制では、大学寮に、中央の大学に古典を教える、博士1名、女博士2名、及び音博士、諸博士、 三博士があり、共に学生の教授や試験を担当した。音名寮にも音名博士、歴博士、天文博士、老国博士、天役寮に、伊博士、張博士、安間博士、呪言博士、さらに記伝博士、文章博士、妙暴博士が置かれている。地方でも太財府に、太財博士、諸国に、国博士が一名ずつ設置された。東洋試験の際には、 文藤博士、詩博士、明石博士も選任されている。平安時代中期以後、大学は、スタで、博士を出す家は固定していった。また、慶駅、長元7年8月21日の記録によると、石天公論の講師を学科名をつけて、博士と呼ぶこともあったとも言う。当時ゆり文書の、昭和2年6月日、湯下闘争両家方百姓等、申し上案には、 最も頼るべきものという予報が見られる。ありがとうございます。